ほしいまま突き進め、yeah. 熱海によく聞け、砂漠の髪の名もカプタレ食いしばれよ、胸の奥が熱く震え出したマストペット破滅まで行くぜ、レッドウィアーテンシオ今こそ強く立ち上がれ、悲しいヒストリー埋もれるビクトリー、それらのシーンに明日に歌うしかな、物なんて何にもないから、この瞬間を生き抜くことが自分だけのミッション。それは遥かな古代より人々の歴史を見つめてきたという、それは暗黒時代の生き証人、それは人間の手を拒み続けそこにあり続けたという、そしてそれはこの関東大砂漠の時代においても、ですか？それがただの岩じゃないんですわ。お聞きになったこともあるかもしれませんが、犬目岩というやつでしてな。犬目岩？うわあ！うわあ！動かそうとすると犬女の祟りに遭うというあれですよ。はあ。今にして思えば確かに妙に安かったんですが、近くに街道も通ってるし、水も出そうだしで、その犬目岩のある土地を買ったんですわ。ほう。で、まずあの邪魔な岩を何とかしようと思ったんですがね、どこの土建業者も門前払いで。まあ砂漠の連中はそういう迷信を信じてますからね。困り果てたもんで報奨金を出し融資を募ったんですわ。とげぜ、何が祟りでごわすか。そりゃもう今年のビッグバーで粉々にするけ。兄貴かっこいい。どうしゃ、さすが西オアシス一の怪力男。どうわあ、あたたりじゃ、イヌメイワのたたりじゃ。あの岩をぶっ壊せば新しい家が買えるんだ。本当、頑張って。父ちゃん腹減った。待っとれよ。あんた腰が、いなめ守ったんだりじゃ。イヌメイは何するものぞ。この俺様が開発した超純粋者カスミちゃん2号のイリュキアミラー。なんかエンジントラブルか。カカギじゃ。怖いよ。他に何人も頼んだのですが、どいつもこいつも腰抜け揃いでしてな。そうなんですか。お願いします。もはや砂漠の何でもや便利屋組合に頼るしかないのです。何とぞあのクソ岩を。わかったから顔近づけないで。犬目岩だと。そうなんだけどさ、一人頭50万は出すって言ってんだよね。出す。でも50万だよ。だからさ、俺たち三兄弟はもうそんなちんけな仕事はやらねえんだ。ビビってるんじゃねえぞ。ああ、そうだと。マジそうだかんな。もう犬目よ。
そうなんだけど、そこの撤去を。急に風の傷が。犬めいは50万は出るんだけどね。あーダメダメ、俺あっちの方角向いてないんだよね。別の方角ならよかったのにな。犬めいはだって殺される、たたられる。あー犬めいはの撤去。なんとかカンちゃんに頼めないかと思ってさ。先生、犬目岩って言ったら、あの有名な。ん？ただの岩だろ。じゃあやってくれるんだね。ただな、そんなチンキな仕事俺じゃなくたっていいだろ。そうなんだけど、みんなに逃げられちゃってさ。腰抜け友が。ん？あ？この間の件もあるじゃない。砂坊主の名声もちょっとダウンしちゃったしさ。だから今こそ、砂坊主はやっぱり西オアシス、いや、関東大砂漠最強の便利屋ということを改めて世間に知らしめておくのもいいと思ってさ。最強の便利屋。カンちゃん、いや、砂坊主にしかこの仕事はできないと思うんだよね。やっぱり波の便利屋じゃ無理だよね。本当砂坊主だけが頼りになっちゃったんだよね。わかったよ。まあ確かに俺にとっちゃちょちょいのちょいの仕事だけどね。アホ、そんなものなどない。ほら店長、この椅子腐ってんじゃねえか。え、どうしたって。あ、たたりたたりだ。なんだよ。だってなんでビビってんのか。たたりが怖くないんですか先生。は？だってあれ、暗黒時代よりずっと昔、弓矢とか刀で戦争してた時代にできた石塚なんですよね。それが？今までずっとたたりとかあって、それで千年以上も手つかずで来たって言うじゃないですか。この俺を誰だと思ったんだ。そこらの腰抜けどもと一緒にすんねって犬。ぬあああああんやろ、腰抜けってのは俺たちのことかよ。絶対負けられねえな、兄貴。でも俺怖いよ。バカ言え。あいつが犬目岩の撤去に成功してみる。俺たちは腰抜け、奴はたたりを跳ねのける最強の便利屋ってことで一生差はつけられちまうんだぞ。そりゃそうだけどさ。行くぞ、先回りだ。まさかたたりじゃ。バカ、そんなことあるか。まさか。なんで。たたり。たたりなんかじゃねえ。だいたいたたりなんてのだな。怖いと思ったから調子狂わして怪我したり、妙な幻覚を見ちゃったらするんだよ。でも見ろ、ここはね、崩落の名所なんだ。注意深く歩きゃなんてことはねえんだが、たたりとかに気を取られてるせいで今にも崩れそうなとこ歩いたりするんだよ。ほら行くぜ。待ってくださいよ。やっぱりたたりだ。兄貴大丈夫か。けど先生もやっぱりたたりを気にしてるんですよね。は？だって気にしたせいで今にも崩れそうなところを歩いたりしたんでしょ。さっきのはだな。どうしました？こないだ整備したばっかの風冷機の調子がだな。俺だ！先生！耐えたばかりの武器だ。
バカ。ロニーです。私何も言ってませんよ。じゃあなんだよ。犬名岩って犬女の岩って書くんですよね。それがどうして。犬女ってどんなのなんでしょう。知るか。まあまあしかし犬女っていうくらいだから。だからこんなんじゃねえか。おんちゃーん。たまんねえな。おい、さあ、たたりじゃねえ、たたりじゃねえからな。先生自分で言ってます。うるせえ。ほら先生、もう空冷気はねえしのんびりしてらんねえからな。最後話せよ。怖いから引っ張るんじゃねえ。最悪話せってこれ。ほら最後。やっぱり話せ。これ来るなって言ってるんだ。本当に来ちゃいましたね。あれが犬名岩か。見ろ、どっからどう見ても普通の岩だろ。先生、ダメですよ。こんな岩、別になんともねえじゃん。なんじゃこれは。おやおや、こいつは珍しい。てめえ、取り立て屋の雨雲がこんなところで何してんだい。雨雲、私聞いたことあります。借金だけでなく魂まで取り立てる恐怖の取り立て屋って魂ってのはちょっとニュアンス違うけどな。うわー、先生とお友達だったんですね。友達じゃねえ。こんなところで雨雲さんに出会うなんて、まさかこの間の失敗のせいで取り立てをクビにでもなったのかね。気にしない気にしない、ちょいとした用事でな。それより聞いたぜ砂坊主、砂漠で遭難した上非常に有能なアシスタントまで雇ったそうじゃねえの。ええ、非常に有能なアシスタントって私のことですか。魔法、うん、何しに来たんで。知るけいかい。もったいぶんじゃねえよ。知れたことよ。おめえより先にこの犬目岩を破壊するためよ。え？悪く思うなよ。ここの地主の村浜さんた、取り立てや家業でも世話になっててよ。てめえ！うん？お、バカだ。お、あれ？先生、白い霧みたいなのが。ん？何にも見えねえぞ。うわーって、こいつは超極楽。うわあ！何考えてんだあの野郎。どうしちまったんだよ。バカいい、大方悪いもんでも食ったんだろ。だって先生も見たでしょ、あの岩から出てきた白い霧。おめえさっきから何言ってんだよ。
そんなもん見えなかったぞ。それより危ないところだったぜ。まんまと報奨金50万あいつに持ってかれるとこだった。おい、さっさとアリに40ミリぶち込んで。いやー、先生、報奨金はもういいから帰りましょうよ。なにグダグダ言ってやがんで、さっさとぶち込め。いやー、やる。あ、先生、腰抜けは黙ってろ。腰抜けだと？おめえら、俺たち三兄弟は腰抜けなんかじゃない。こら、てめえらも抜けかけこ。おい、どうしたったんだ。なつか、お兄ちゃんを許してくれ。女が犬女のだったって。いやー、やめましょう先生、帰りましょう。きっと三兄弟もここに来るまでにたたりでやられちゃったんですよ。それならなおのことこうすごうよ。この岩をぶっ壊して、世の腰抜けどもにこの砂坊主様がいかに超度胸のあるかっこいいやつか、改めて思い知らせてやるぜ先生。なんだこれ。さっきまで雲一つなかったのに。なんだ！くそー、犬めいはね。先生、どこですか？先生！あ、これはさっき見た白い霧だ。なんだここは。なんか気持ちいいな。妙な犬の着ぐるみ着てるけど、美人で圧倒的に暴飲。感じ慣れたどこか嫌な雰囲気。もしかしてあの黒いモヤモヤはまさか先生の本能。おひとつどうぞ。わー、うめー、これ最上級のミネラルウォーターだね。お気に召していただいて幸いです。こっちもお気に召したじゃん。ダメだ。おー、あの恐ろしいたたりに人並み外れた強靭な煩悩で立ち向かってる。おー、恐ろしい、醜くどす黒くネバネバ、もうまるでヘドロのよ。いやー、飽きてない、ネバネバするんだ。私が欲しかったら捕まえてごらんなさい。言ったの。怨念と欲望の戦い、地獄だ。これこそこの世の地獄だ。大丈夫、ここからは優しくしてあげるからな。ちょっと犬女ちゃん、いただき、もー。
助かった。先生は？何やってんですか、先生！なんだ寝てたのか。いい夢見たな。夢？あれが夢？おお、見ろよあれ。犬メイワが。なんだよ、今の砂嵐で倒れちまったんだな。バカどもめ、たたりに怯えて勝手に自滅しやがって。これで俺様がいかに超度胸なるかっこいいやつかよくわかったろ。おい、何やってんだ、帰るぞ。はい。さて、これで報奨金50万いただきっと。それ以降、犬メイワのたたりの話はぱったり聞かなくなりました。そして砂漠の妖怪怨念を退治した。この噂は瞬く間に広がり、砂坊主の名は再び関東大砂漠中に響き渡ったのです。けどあの恐ろしい光景は本当に夢だったのでしょうか。もし夢ではないとしたら。先生はたたりよりも怖い人間ということになってしまうので、私は二度とそのことは考えないようにしたのです。ボインが二つ、大きいボインも一つ、風に揺れるカッパ、おっと日傘を忘れちゃなんね。奴の腹は真っ黒さ、奴の腹は真っ黒さ、黒さ。ウィンチェスター持たせたら砂ぼうじゅう。今日も走る砂漠の中に、いろんな仕事をしてくれてます。アシュートもかける。ボインちゃんをゲットするまで、ボインちゃんをゲットするまで、ボインちゃんをゲットするまで、命をかけて今回の村浜さんの演技は最低でした。ガーン、演技なんて飾りです。偉い人にはそれがわからんのです。あんたが偉い人だわ。次回のスラボーズ人生とゲーム、見逃したら倒産だよ。